皆さんこんにちは加藤ですこの度はですね、こちらの動画をご覧になっていただき、どうもありがとうございます。今回の動画はですね、今、2022年の秋から行われました、加藤ゼミ、オンラインのこちらのゼミナールで、ここからですね、新しいトピックとして、サイケデリックス研究について、最先端の地形についてですね、成人発達論とインテグラルの観点から、 学んでいく特別集中講座のような形の講座をですね設けさせていただきましたので、まあ、それについて今からちょっと紹介をさせていただければと思います。今ですね、ちょっと私の方で申し上げた通りり、今回は成人発達理論とインテグラルの枠組みをこう活用しながら、欧米で今すごくこう進んでいるサイケデリクスの研究、まあ、一体これどんな知見が蓄積されているのか。 発見事項があるのか、まあ、それをですね、えー、一緒にこう学んでいきたいというふうに思っております。えー、現在はですね、まあ、サイケデリック・ルネサンスと呼ばれるようなこう時代に突入しておりまして、えー、欧米のお後ほどちょっと紹介しますけれども、まあ、名門大学ですは、ねまあ、かなりこう力を入れてサイケデリックスのとりわけ、中、えー、的な効果、ですねセラピーのコンテクストにおける研究を進めています。 で、私としてはですね、まあ、ちょっとここ、副題につけさせていただきました、インテグラルサイケデリカロジーっていう、まあ、統合的サイケデリック学と、まあ、これ完全にちょっと私の造語なんですけれどもあの、統合的な枠組みを持って、まあ、包括的な枠組みをこう持ってですね、さまざ、あ、まな学問的な知見を持ってサイケデリック、 サイケデリックスというものを扱っていきたいなと、まあ、そういうちょっとこう思いを持ってですね、今私自身が一番こう情熱を注いで研究をしているですね、サイケデリック。まあ、これが、えー、いつかはまあこう統合的サイケデリック学と呼ばれるような日がちょっとこう来てほしいなという意味で、ちょっとサブタイトルをつ、ね、けさせていただきました。ではですね、えー、今回ちょっと扱う書籍、これ後ほどちょっと紹介をさせていただきたいと思います。ではですね、まあ、今回のお 講座はですね、全7回をかけて行っていきたいというふうに思います。でサイケデリクスに関する研究というのは、まあ、それこそ1960年代に実は最初のピークを迎えてたんですね。まあ、これはスイスの化学者のホフマン教授が、アルバート・ホフマン教授が偶然こう発見した LST と呼ばれる物質ですね。まあ、こちらを を筆頭にしてです、ねまあ、サイケデリックス研究というのは、まあ、1960年代、まあ、かなりこう花を開いたと、まあ。インテグラリノンでもあのおなじみの研究者でいけば、スタニスラフ・グロフですよね。インテグラリノンの提唱者のケイン・ウィルバーとも親交、まあのこう厚い、まあ、そして、えー、論争もこう交わしているスタ,ス,ス,タスタニス・ラフ・グロフですね。今もう92歳ぐらいで、まだまだ活躍をしていて、まあ、彼自身は あの25ぐらいから LSD のサイケデリックがもたらす、サイケデリック効果がもたらす中的な力ですね。まあ、こうしたものに着目して70年間ぐらいずっと今でも研究をしているという、まさにそのサイケデリックス研究のタイトでありますで。そこから皆さんも、おそらく日本ではこのサイケデリックスには基本的にはあのスケジュール1にカテゴライズしてされているので、まあ、違法なわけですよね、えー。アメリカにおいても、 それから世界の多くの国においても、1960年代以降は、かなりその法律で取り締まられてしまったと。それ以降はですね、60年代以降はかなりその研究というものが進んでこなかったわけですね。しかしながら、翻って、この2000年代に入ってから、特に2010年前後ぐらいからですね、サイケデリックス・ルネサンスと呼ばれるように、ハーバード・メディカル・スクールや全米で一番こう、あの 有名なあの医学部があるんですね、ジョン・ホップキンス大学やえ、英国に目を移せば、オックスフォード大学、インペラル・カレッジ・ロンドン、またさらには私がこう在籍したフロー人間大学でもですね、まあ、オランダはまさにそのサイケデリックスに関しては世界でも一番こう寛容な国でありますので、大学期間のレベルでもかなりこう研究が進んでいるんですね。そして今述べたえアルバート・ホフマンのお出身地であるスイス、まあ、ドイツえ、そういう国でもですね、まあ、それからオーストーリア等も含めて、えー まあ欧米ではですねこうかなりこうこう研究が進んでいると。まあ、今、ここでちょっと紹介させていただきましたけれども、サイケデリックスのセラピー的な効果について、まあ、通称サイコファーマーコロジーと呼ばれる精神薬理学やニューロサイエンスですね、神経科学の観点から研究が進んでいると。でここで注目すべきことはですね、科学。 インテグラルでいけば、まあ、右証言的な科学の観点でサイケデリックスが使われているだけではなくて、私が非常に注目をしているのは、ちょっとこちらで書かせていただきました。フィロソフィー・オブ・サイケデリックス。これは私の造語でもなく、えー、ですで、ね、に英国のエクセッター大学というイギリスにおけるあの IB リーグの一角ですね。エク,スエクセッター大学の,あの、えー、ピーター・ショステッド教授があ今、ヒットを主要プレイヤー。 ですね、サイケデリックス哲学というものがありますしまたオーストラリアの研究者ですねえっ、ー、とリズビー,、えーちょっとです、ね、何クリストファーとか,かなちょっと今手元に書籍があるんですけどもえっ、ー、とラストネームはリズビーですねフィロソフィー・オブ・サイケデリックスと、まあ、このリズビー教授とそれからショステッド教授というのがですね、まあ、サイケデリックス哲学哲学の観点からサイケデリックスを扱っていくという、えー、こういう分野も存在しております、まあ、さらにはですね 科学哲学分野だけじゃなくて、神学との接続、神学と科学をこう架橋するニューロテオロジー、こちらも私の造語ではなくて、実際に神経神学という分野が今、あの目をですね開いているという状況にあります。そして、こうした動向は、ですね、欧米のみならず、イスラム圏を見たときにも、まあ、実はサイケデリック研究というのは進んでいて、UAE やサウジアラビアですね、まあ、こちらでもこうかなりあの 研究が今進められていて、まあ、その背景には、皆さんもあのご存知かもしれないですけども、UAE やサウジアラビアというのは基本的には、オイルマネーで政治、経済をこう,うまく回している。しかしながら彼らの問題意識としては、オイルというものがですね、石油がいつか枯渇するというのはもう分かっているので、次世代の産業を育てていくという意味でですね、テクノロジーだとか、まあ、それからスポーツなんてサウジアラビアはすごいですよね、まさにクリスチャーノ・ロナウドや、ね。ね ベンゼマといったあの一流サッカー選手を移籍したように、まあ、スポーツだとかテクノロジーだとか未来を見据えたオイルが枯渇した後の世界を見据えた投資を今国を挙げて行っていて、まあ、実はサイケデリックス研究もその一環だろうなというふうに私は見ておりますしかし、ひ、ま、る、あ、って我が国では,国で,はですね、まあ、先般日本のねある大学で タイマー覚醒剤の所持の問題、私もゼミナールのメンバーの皆様から話をこう聞いて、まあ、ちょっとこう報道や議論を見たわけですね。まあ、そうすると、まあ、残念ながらサイケデリクスに関する哲学的・科学的な議論ってそこで、ね、やっぱりなされてないんですよね。サイケデリクスイコール危ないと。えー、そういう,こうくくりがあなされて、えー、いますし、えー、また、まあ、そもそも、まあ、今回の講座でも扱ってい、えー、きますけれども、サイケデリクスはいろんなこう種類がこうあるわけなんですよね。そうしたところの精査なく、 ひとくくりんとして危ないとくくってしまう、そして思考停止、議論停止になってしまうことの方が、私はこう危険だというふうにこう思いますで。そうした状況をこう鑑みて、えイケデ研究を進めていくにあたってですね、まあ、私は偶然、アメリカのお留学時代の親友、イランメキシコ系アメリカ人のですね、ジョハン・カメス・ザーで、えー 私の親友のジョハンが執筆した書籍を用いたですねちょっと講座を今回やっていきたいという,ふうに思います。こちらの書籍ですねこちらの書籍になります。ちょっとリンクを貼ってますね。で、本書の内容を簡単に紹介させていただきますと、ジョハンは私と同じく JFK にいましたので、そして同じクラスに履修する中で、彼と私はちょっとプログラムが違っていて、彼は JFK 大学の中にある えー、Human Consciousness and Transformation という人間の意識と変容という、えー、マスター修士号のプログラムにて、私はウィルバーのインテグラル理論をもとにした様々な心理学を学べるインテグラルサイコロジープログラム、統合心理学科とでも日本語に訳せましょうかね。プログラムは違ったんですけども、お互いのプログラムはかなりあの同じようなコースを一緒に履修する機会に恵まれてたんで、えー、ジョハンは、あーの、 え毎週、ね、金曜日の、まあ、いろんなダイアロググループだとか、まあ、一緒にバスケをしたようなこの中の彼がですね、えー、JFK を卒業した後には、サンフランシスコ市内にある、えー、意識研究ではすごく名門校ですね、CIIS とカリフォルニア統合研究所で、えー、PHD を取得し、PHD の論文、博士論文をもとに一 一般向けにです、ね、分かりやすくこう書いてくれたこちらの書籍。まあ、この書籍がですね、まあ、インテグラルのフレームワークを用いたサイケデリクス研究の私は画期的な書籍だなというふうに思っていて、まさにこのインテグラルの特にその4小限のフレームワークをうまく活用しているんですね。ですから、サイケデリクスが意識、心っていう主観的な領域にどんな影響を与えますか。そして主観領域だけじゃなくて、客観領域としては脳に与える影響ってどうですか 今度は集合の主観領域としては、文化、芸術、そうしたものに与える影響ってどんなものがありますかと。そして、右下証言においては、社会の仕組みですね、まあ、サイキデリクスに伴う、まつわる法制度、や、さらには、まあ、ちょっとこの書籍の中ですごくユニークなんですけれども、まあ、現在、ね、ブロックチェーン技術等を含めた DAO とかですね、まあ、ブロックチェーン、ビットコインといったようなものの出現に、サイキデリクスはどんな影響を与えているだろうかという。 かなりこの社会学的な考察もこの書籍の中には書かれております。まあ、サイキデクスに関するです、ね、哲学的・科学的な知識の基礎基盤を確立していただく上えで、まあ、うってつけの書籍かなというふうに思いましたので、今回こちらの書籍をピックアップさせていただきました。そして、まあ、この書籍を扱うメリットとしてはです、ね、成人発達理論や、まあ、インテグラの復習ができるということも、まあ、すごくあ,のありがたいことだなというふうに思っています。 さらには基礎的な概念だけじゃなくて、成人発達論やまあ応用的な概念もを学んでいただく上で、えー、優れたまあ教科書だなというふうに思ったので、今回こちらの書籍を選ばせていただきました。えー、本書はですね、まあ、要書になりますけれども、もう私の方で解説レクチャー、日本語で解説レクチャー、補足レクチャーをしております。えー、全7回をかけてですね、まあ、サイケデリックスに関するリテラシーを 成人発達理論と、まあ、インテグラのこう観点から包括的に高めていくことを目的にしております。えー、さらにはですね、まあ、サイケデリックスに対する正しい知識をこう、ね、身につけていくということはもちろん大事なんですけども、まあ、そこから出発して、私が研究していることっていうのは結局、サイケデリックスっていうのは確かに研究対象なんだけど、あのそれは窓なわけですね、えー。窓から見える、窓、そのサイケデリックスという窓を通じて見えることを考察していきたいと。すなわち 人間の意識とは何ぞや、えー、心とは何ぞや、えー、リアリティとはこう何ぞや、ですね、社会の仕組みとは何ぞや、芸術文化とは何ぞやということをですね、サイケテリックスという窓を通じて開かれて見えてくる、えー、そうしたものをこうあの考察をしていきたいなというような思いを、えー、持って、えー、おります。ではですね、ちょっとあの少しちょっと今どこまで話したか、もうちょっとあのお付き合いいただければと思うんですけれども。 えと今話したところから次のところですね。えー、とそこに行く前に、えーと、解説レクチャーや補足レクチャーについてもちょっと紹介をさせていただければなと思っておりまして、今現在、あの加藤ゼミはですね、えーと、トピックが進んでいて、減、え、例、ー、学というものを今扱っておりますで。今、サイケデリクスについて理解を深めるという、えー、こちらの項目ですね。こちらについても、今、2章分までは。 今、コンテンツをオープンにしております。どんな感じかといいますと、例えば第47回のトピックとしてですね、第1章を扱っていきますと。で、私の方でちょっとクリックをさせていただくと、序文、例えば解説の音声ファイル、19分間ほどのまあ音声ファイル、倍速測定もできたりします。で、イントロダクションについてですね、10分間ぐらいの音声の解説、まあ、反転学習のようなものですね、こちらをこう聞いていただいてクラスに臨んでいただくと。 で、第1章についても2四分、ね、十5分間ぐらいかけて、えー、解説をしております。で、さらには音声をこう聞いたりです、ね、ライティングエクササイズのようなものもあの設けています。ですね。で、えっ、ー、と、まあ、第2回についても2第2章ですね、約30分弱ほどのお解説音声を例えばこう作っておりますと。はい。ですので、まあ、確かに書籍としてはまあ要少、 なんですけれどもあの、まあ、日本語でクラスも行いますしえ、できるだけ私の方で日本語でいろんな補、ね、足をえ逐一,逐一あのしていきたいというふうに思いますので、まあ、英語をなかなか、ね、ちょっと苦手にされておられる方もぜひぜひあの積極的にご参加いただければなというふうに思います。まあ、これをこうきっかけに何かあの英語の書籍をこう読むようなあの習慣だとか、英語空間へ飛び出していただいて、まあ、いろんな学術的な知識を。 英語で身につける、英語で学んでいくことの何かきっかけにも、ね、なればなというふうに思います。では、もうちょっと文章が続いていてですね、えっと、まあ、現在、欧米社会では、まあ、あのキノコに含まれる白紙瓶と呼ばれるものや LSD ですね、これも全部講座の中でどんなものかについても話をします。まあ、通称、マイクロドーシングという微量服用によって、えー 創造性や生産性を高めて仕事に充実するのが増えていると。まあ、それこそシリコンバレー企業って有名ですよね。またオランダではこれはもう結構こう当たり前に白紙ン、えー、のマイクロドーシングというのは行われています。LSD に関してはこちらはオランダでもあの、えー、法律上取り締まられていてですね、LSD のマイクロドーシングはオランダでは一般的ではなく、しかしながら白紙ンと呼ばれるものの ですね微量ちょっとだけ摂取して、創造性や生産性を高めて仕事に従事する、研究に従事するビジネスパーソン、研究者はあの本当にこう増加をしています。そしてまあ一番重要なことは、ですね、まあ、サイコセラピーへの適用というものがかなりまあ進んでいるわけですね。まあ、通称、サイケデリック・アシスティブ・サイコセラピーと呼ばれるようなものになります。でその流れを見たときに、まあ、私がちょっとこう見ているのは、 まあ、この瞬間、日本の状況を考えれば、少し口等無けのように思われるかもしれませんけど、ど、まあ私は服用量を抑えたマイクロローシングを活用した組織開発ですね、企業の中での組織開発や、まあ、コーチングの文脈でも、えー、サイケデリックスの微量服用が使われてもおかしくないだろうだというふうに見ております、えー。服用量を高めることに関しては、あのもうかなりセラピーの技法、資格が必要なので、 組織開発や構築の文脈で使うのは難しいでしょうけれども、マイクロドーシングであれば、ですね洞察を獲得するだとか、対話を促進するで、これはまあほぼほぼあの間違いなく、まあ、日本では分かりませんけど、欧米ではまあもう次のステップとして使われるだろうなと、まあ、そうしたこう時代の先取りとしても、ですね、まあ、今回の講座をご活用いただければというふうに思います。そしてちょっと重要な点としてはですね、 あの過去に、まあ、サイケデリックスを摂取した体験がこうあって、まあ、その体験を語る場がこうなかなかなかったよという方、あるいはサイケデリックスではなくても、何かご自身の中の神秘体験だとかです、ね、トランスパーソナル体験といったものをしたことがあるんだけれども、こう語る場というのはなかなか日本だとないと思うんですね。で私はやっぱこういう体験を語れる場がないということも、まあ、問題視をしていて、まあ、それこそ。 あの欧米社会においては、例えば何かしらのトラウマを負ったら、ですねトラウマをこうえよくドラマであるじゃないですか、円,円卓を円になってか語るようなあの場、あるいはアルコール中毒とかね、こういう体験についてこう語ることによって、それを乗り越えていこうとする、治療をしていこうとするような、あのやはり場,と場がないということですかね、まあ、そもそもそうした場を醸成する文化もないというふうに言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、日本はそういう状況にこうありますので、まあ、こうした、ね、体験、 サイケデリックスの体験だけではなくて、それに類する体験があるんだけど、語る場がなくて、少しこう悩んでいる、悩んでいた方にもぜひ参加していただきたいですし、まあ、自身の成長、発達を促す触媒として、サイケデリックスに関心のある方にもですねご参加いただければというふうに思います。えー、ではです、ね、こちらの紹介文のところには、日程ですね。毎週土曜日 どんな時間に、どの、どの賞を扱っていくのかっていうのを紹介させていただいております。えー、っと、こちらでですね、ちょっと紹介をしたかったのは、えっと、Netflix の関連動画とかもちょっと扱っていきたいなと思ってまして、えー、まずは心と意識と、で、幻覚剤は役に立つのかという、こちらの Netflix ですね。ちょっとこれは、あの、残念ながら、あの、コンテンツの都合上ね本当はクリックをして、ちょっと紹介したいんですけども、ちょっと、あの、多分 あれですね。えっ、ー、と、なんだっけ、著作権か。の問題で、n ッ t フィックスに加入されている方は、ちょっとぜひ、心と意識とっていうことですね、えー。マイケル・ポランですね。ちょっと日本語だったら、ポーランって訳されてますけど、マイケル・ポランですね。マイケル・ポランが、サイケデリックスの中でも、まあ、主要な、まずは4つのサイケデリックスですかね。LSD、白シビン、MDMA、メスカリンと。まあ、ここには残念ながら、MD、あ、違う違う、DMT とか、ケタミンっても含まれてませんけど、 サイケデリックスの主要なプレイヤーについてはこう、うまく扱っているかなというふうに思います。まあ、かなり優れたドキュメンタリーになります。そしてもう一つがですね、こちらもまたネットフリックスのものなんですけども、えー、ポール・スタメッツという金学者ですね、マイコロジスト、金類を扱う学者さん、金学者ですね、キノコとかああいうものを扱う、えーえー、ポール・スタメッツ教授の素晴らしきキノコの世界と、こちらもネットフリックスで見ることが、えー、できますので、 ちょっとネットフリックスが一番トップに出てまですね。あれ、ネットフリックスでも見れますねあの。あ、これですね。うん、ネットフリックスでもあの見ることができますので、ちょっとチェックをしてもらえればなというふうに思います。はい。で、えー、っと、ここから、まあ、ちょっとさい最後ですね、情報量が多くてちょっと申し訳ないんですけども、えー、っと、参考のオンライン講座としては、冒頭でお話し,しただいさせていただいた通り、 サイケデリック・ルネサンス、私の方で直近、まあ、この1週間前ぐらいにサイケデリックスに関する大学院レベルでの講座ってどんなところが提供されてるかなって世界を見渡したら、まあ、世界で大体24個ぐらいコースがあったんですね。終止後を取得できるのは、えー、っと数は限られています。まあ、サイケデリック・アシスティド・セラピーの文脈において、 えー、修士号が取れるのがあの数個ぐらいプログラムがあってで、さっきちょっと紹介させていただいたイギリスのエクセター大学ですね、こちらの方では2024年から修士課程の学生を募集しています、サイケデリック哲学の部屋で、これ世界で初めてですね、イギリスのガーディアン誌でも取り上げられていました。 えとまあ、24個ぐらいこうプログラムがこうある中で、一つですね、eDEX て呼ばれる、まあ、これ、ハーバードと MIT があの提供しているマッシブオープンオンラインコースで、無料でですね、ユニバーシティ・バークレー私もあの住んでたベイ、えー、エリアのまさに名門校ですね、西海岸でいけばスタンフォードと並ぶ、ね、スタンフォード、バークレー UCLA、まあ、トップ3のうちの一角ですね。えー ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・バークレー校が提供しているこちらの講座,講座ですね、サイケデリックス・アン・ザ・マインド。この講座がですね、まあ、かなり秀逸ですので、ちょっと、まあ、これはあの参考動画としてですね、えー、第 8, 8週かけて、さっきあのマイケル・ポランのこちらでは扱われていなかった DMT、まあ、これ、アヤワスカと呼ばれるものですね。えー アヤワスカまあ、厳密にいけば、アヤワスカの中に含まれている成分が DMD、抽出された成分がディメチルトリプタルと呼ばれるものなんですね。でこれはあの、えー、通称、聖なるモルキュールと呼ばれていて、アフリカの方だったらガマガエルのこう脂から、背脂から取れたりもするわけなんですね。ただ、このアヤワスカは、えー、南米の方で、えー、アマゾンの方で生息している2つのお植物の配合ですね。アヤワスカのつると、それから葉っぱを混ぜて、 えー、生成される飲み物、お茶のことを表すかと言います。で、マイケル・ポランのネットフリックス動画では使われてなかった、あとはケタミンですね。まあ、これはもともとはケタミンはあのーえー、麻酔とかかなで使われてた、あのー、ものになりますかね。うんうん。はい。まあ、なので、ちょっとこのユーシーバークレのものも参考にしていただければなと。えー、そして、えっ、ー、と、日本語の参考文献もどんなものがあるかなってちょっとこう調べてみたときに、まあ、やっぱりこれはもう仕方ないですね。 日本語と英語空間では、やっぱりその学術書ではその情報量が圧倒的な差があって、まあ、見つけた書籍は5つで、生、ま、粋、あの学術よりもこ、これらは全部、どれもあの、えー、一般書ですかね。そして最後のものは生、ま、粋、あの日本語の書籍です。翻訳書ではない本んですねで。1つはこの幻覚剤が役に立つかは、まさに今紹介したマイケル・ポランの翻訳書。そして、えー、素晴らしきキノコの世界。 こちらはですね、ポール・スタメッツ教授の、えー、ビジュアルの図鑑的な本で、私も今、もう本当にこう手元に <laughs> あるような、えー、っと、書籍ですかね。ちょっとすみません、もう尺が長くなってるんですけども、えー、っと、ちょっと今すみません、ちょっと積み重なりすぎて、ちょっと、えー、っと、こちらの本ですね。素晴らしき、これが素晴らしきキノコ尺ですね。で、えー、っと、 今紹介した、厳格な役に立つの中はこれですね。How to Change Your Mind と呼ばれる書籍になります。はい、そして、えっと、あ、なんかすごく嬉しいですね。今取り上げているハーバードサイケデリッククラブに関しては、この手元に、机の上には存続してないんですけど、4冊目の天からのダイヤモンドですね。ALSD、これはこれですね。クリストファー・ベイシュ。えー、実はあの、ベイシュ教授と私は JFK 時代に一度、 JFK 時代の編成意識というコースの中で、スカイプであのクリストファー・ベイシュ教授とお話しさせていただくことがこうあって、まあ、彼もま,まさに LSD に関する意識探求のまさにもうタイトの一人ですね。えー そう彼の書籍は日本語で翻訳することができます。まあ、そして、まあ、ハーバードサイケデリッククラブをちょっとこちらの本ですね、見つけたときちょっとあの残念だったのが、まあ、これ正直ちょっと私の方で翻訳したいなってあの思ってた本だったんですけど、あもう2023年の10月に翻訳されるんだと思って、まあ、でもあのもうね、だのだか別の方が翻訳してくださったんで、まあ、あのそれはちょっと、ね、嬉しいことでもありましたね。ハーバードサイケデリッククラブと、これはまさにその、 ヒッピー・ムーブメントの火付け役かな、かつアメリカでのサイケデリック研究のお、ねえー、大事な研究者でもあったティモシー・リアリーとリチャード・アルパートとかですね、そのあたり、ハーバードを中心に行われていた1960年代の研究の歴史を紐解とく上でも、すべてこれは一般書になりますかね。うん、はいで最後はですね、まあ、ナス高原あたりにあります、大、え、麻、っと、博物館から出版されている日本人のための大麻の教科書と。 まあこちらもすごくいい書籍だというふうに思います。これはもうまさにその翻訳書でも何でもない本ですね。えー、こうしたちょっと参考文献もあのぜひご覧になっていただければなというふうに思います。はい、ではですね、えー、長くなりました。あと2点ですね。えっと、もし皆さん、あの今回、サイケデリックスについて、インテグラルフ成人発達の観点から、まあ、一緒にこうあの学ばせていただければ私も大変嬉しくて。 えもしですね、えー、っと初回のクラス、9月17日よりも前にお申し込みをされた方は、今、本日時点ではですね、えー、っと第44回のクラスまで終了していて、早期にお申し込んでいただいた方は、減、えー、例額、ねえー、を扱っているクラスにも飛び入り参加していただくことができますし、えー、クラスに参加することがなくてもですね、過去のもう46回分かな、44回分かの過去のアーカイブ動画すべてをご覧になっていただくこともできます。 さらに私の方で、このクラスの進行に合わせていろいろ補助音声とか振り返りの音声とかですね、いろんな話をさせていただいている750本ほどの補助音声、動画教材もすぐにご視聴いただけます。申し込みをしていただければですね。はい。では、長くなりました。最後に、今回ゼミナールで扱う課題図書の著者のジョハン・カメス・ザーデや、それからサイケデリックス研究の思いについてはですね、私の方で今行っている知人の。 パーソナルトレーナーのですね、そうだわるさんと一緒に行っている成人発達コラボラジオの方で、第18回、それから18回の振り返りの収録、そして第19回の本編の収録でちょっとお話ししていますので、ぜひぜひこちらもお時間があればですね、ご視聴いただければというふうに思います。すみません、最後にと言っておきながら、ちょっとすみません、今準備してた画面を見て思い出しました。このために準備したんですね。えー、と何かというと、 ネットフリックスでこうしたドキュメンタリーがこうあるで、さらにはあのサ,サイケデリックス・ルネサンスというのは確かにこれ、学問の世界における動向なわけなんですけど、実は学問の世界だけにはとどまらず、例えばですね、近年ネットフリックス上で見れるあのドラマを見ていただくと、 例えば、ウォシャウスキー姉妹ですね。マトリックスのウォシャウスキー姉妹。まさにウィルバーとも親交のあるウォシャウスキー姉妹が制作したアメリカのドラマ、センス8とかを見ていただくと、これサイキテリックスの知識がないと、ちょっと読み解けないシーンとかもあるんですね。それこそ、センス8の中で当たり前に DMT という言葉が出てきて、DMT というのは何かわかんないと、登場新聞たちが何をしているかわかんないんですね。また、記憶に残っている限り、第10話ではエクスタシーと呼ばれるものが出てくるんですよ。エクスタシーって何ぞやっていうと、 えー、まさに、えーっと、こちらでいけば MDMA と呼ばれるものですね。そうですね、MDMA と呼ばれるものが別通称エクスタシーと呼ばれていて、まあ、こうしたこうサイケデリックスに知識がないと、おアメリカのテレビドラマとか、欧米のドラマ、ドキュメンタリーはちょっひもとけない状況にもなってきているかなと。ねまあ、逆にいけば、サイケデリックスというものが、もう当たり前にアメリカのドラマとか、 ではもう語られているのででぜひこうした知識を持っていただければ。それから、例えば、えー、すごくいい映画としては、コロンビアの監督のシーロ・ゲイラ監督のサマヨエル・カワ。こちら出てくるカーピと呼ばれるものがですね、先ほど紹介した、実はアヤワスカであるっていうことも、アヤワスカを勉強すれば、えー、カーピという、ね、別称が出てきますので、学術書の中で。ああ、なるほどと、サマヨエル・カワで出てきている。あの 変性意識をもたらす飲み物って、あやわすこと,のことなんだな、っていうねえ、ことも分かったりします。そして最後もう一つ、ネットフリックスで行けば、Living with Yourself っていう書籍、書籍じゃない、ドラマですねえ。日本語だったら僕と生きる人生。こちらでは通称アシッドっていうものが出てくるんですね。じゃあこのアシッドって何ぞやっていうと、これは LSD の別称なわけですよ。 このように、もう本当にサイケデリックスのちょっとリテラシーがないと、ドラマの中に出てきているシンボルとかですね、もの物が何か分かんないっていう状況になってきている。まあ、これもかなりそのサイケデリックス・ルネサンスというものが、学術的な研究だけじゃなくてですね、えー、っともうカルチャーの中にも入ってきていると。なので、サイケデリックス・リテラシーをこう高めていくということは、文化現象を紐解く上でも、映像作品を紐解く上でも、 大事だと思いますので、皆さんこの機会にですね、サイケデリックスリテラシーを一緒に高めることができたらというふうに思います。ではですね、セミナールでお会いできることを楽しみにしております。では、動画長くお付き合いいただき、どうもありがとうございました。